はい、皆様、今日はね、世界の梅公園の中の等梅閣の近くでね、ちょっと狼狽がないかなと思ってね、状況だけ見に来ました。ショート動画です。まだ咲いてないとは思いましたけれどもね、やはりまだ咲いてませんね。今日は1月の、まあ、そのあれです、5日かな、その状況だけを確かめてね、また後日来たいと思います。梅はまだまだですからね、まあ、ただこのような狼狽のちょっと目がね、ややこれね、日本酒狼狽ね。それでもね、もうあともしかして 2週間ぐらいしたら咲くんちゃうかな、これ感じ的にね。この辺なんかつぼみが大きくなってきてます。まあ小さいのはもちろんあるんですよ、こういう感じでね。だいたいメインは小さいあれなんですけど、下旬、1月中旬以降、下旬からね、2月上旬ぐらいがもしかしたら見頃になるかもしれないですね、これ感じ的にね。まあ、皆さんこの感じを見て大体ね、掴んでください。ほんで、良さげな頃にね、来てもらったらいいかなと思います。2本だけかな、ちょっと目についたのはね。まあ、この辺は普通の梅で、まだまだね、この辺は2月でしょうね、うん。まあ、それはそれでいいんですわ。まあここね、ベンチもあるところの、まあ一番ちょっと 高台にあるこの等梅閣ね。でちょっと椿がちょろちょろありましたんでね、それも見頃かも。で立派なね、あの南天が途中でありました。これちょっとあれやけど、南天もちょっと途中ありますしね、見晴らしもよろしいんでね、このようにね、ベンチで。1月の状態はこんな感じと覚えておいてもらったらいいと思いますね。向こうから海見えますしね、瀬戸内海ね。でこれが狼狽で、これが等梅閣ね、うん。はい、そんな感じです。ちょっと椿だけちょっと見ときましょう。なんかでかいね、つぼみみたいなのできとったからね、これも一緒にその頃咲くんちゃうかな。まだかな、どっかのお寺の人が言ってあったよね。でっかい椿が咲くのに、きれい、これごっついでしょ、これ。めちゃでかくないですか、玉が。ね。これも楽しみですね、うん。もちろん梅はね、これから一斉にこれ咲いてすごいからね。はい。という感じでした。本日もね、ショート動画ですけどね、ご視聴いただきありがとうございました。世界の梅公園ね、等梅閣の近くの狼狽の状況だけちょっと見ておきました。またぜひね、皆様に大体時期考えていただいてね、来られてはいかがでしょうか。それではね、また次の動画でね、お会いしたいですね。本日もご視聴いただきありがとうございました。